やっぱり皆さん、アメリカでジャパニーズカフェするなら、うん、美味しいコーヒー、日本のコーヒーも必要なので、うん、日本で焙煎しているコーヒー屋さんを探してて、この間ちょっと動画で言ったんだろ、うん、俺がなんかね、日本のコーヒー連絡いただきました。おお、すごい、ね、神楽坂のコーヒー屋さんから多分この先だと思うので、はい、行ってみようか。行きましょう、行きましょう。これじゃない、神楽坂コーヒー焙煎場ですよね、はい、いいよね、Kim、うん、You like coffee, right? I do. Your coffee. How about some Japanese gourmet coffee today to start the day off? You need something, man. You need to wake up. あ、ここですね。はい、どうぞ。すみません。はい、失礼します。あ、どうもこんにちは。アメリカから来ました。コーヒーを、日本の美味しいコーヒーを飲みに行っていうかね。はい。よりも先日ご連絡ありがとうございました。本当にこれからアメリカで頑張りたいので、美味しい日本のコーヒーをぜひ。ぜひいろいろ教えてください、はい、よろしくお願いします。日本のコーヒーはやっぱり日本で何でもそうなんだけど、 こだわってこう作ること多いから、コーヒーもそうなんだよ、はい、そうですね、日本の本当にあの辺の普通のコーヒーでも美味しいんだよね、うん、美味しい。粉にしてます。これは、あ、豆をこれで、あ、グライニング、はい、グラインディングして、なるほど、本格的だよね。いや、すごいですね。最初、あの、何を作るんですか？最初はキリマンジャロと、はい、タンザニアのキリマンジャロとインドネシアのマンデルですけど、キリマンジャロはどちらのものなんですか？タンザニアとアフリカ。あ、ですよね、キリマンジャロ。インドネシアの、インドネシアの、おいいな、缶コーヒーしか飲まない俺らにはすごい勉強になるじゃない？勉強になるし、ね、トゥリスじゃないマンデリンが苦味系で、はい、キリマンジャロが少し酸味があるタイプなので、はい、こう飲み比べると多分全然違うなって分かると思います。そう、すぐ分かりますよね、はい、はいはい、いい音もしますよね。そうなんですよ、この聞こえるニノ、聞こえますよ、聞こえる、いい音。 Kim, do you hear that? I do. The sound of dripping coffee? It sounds amazing. Yeah. やっぱりなんかコツはあるんですか、そういうお水の入れ方。そうですね。あ、すごいな。細く出すっていうのがちょっと難しいんですけど。あ、できるようになると味の違いも出せるようになって楽しめる、そういうところです、ね。なるほどね。いい香りですね。いい香りだよ。And the smell, do you smell it? Mm-hmm. Oh, I smell. I smell. すごい。これで時間がかかることですよね。そうです、ゆっくり細くに入れるので時間がかかります、はい、でもこれで一番おいしい味が出るということですよね。スパッと入れちゃうとどうしても粗っぽい味になる、うん、はいはいはい、ちょっと繊細に入れております。すごい、うん、はい、アフリカの、はい、タンザニアのキリマンジャロっていうお豆です。わ、はい、すっきりと後味すっきりしているコーヒーで、ちょっと軽めのテイストですね。朝とかに向いてます、はい。キリマンってアフリカだよね。そうです。コーヒー匂いするようにな。美味しいですよね。美味しいですよね。ちょっと軽めで、そう、軽いんですよね。軽いんです、ね。はい。朝とかに向いてますね。スキッとシャキッとできるような。ですよね。これ、これうまいですよ。キムさん、うん、Please try it. Let's see what you think of this.This is a lighter, kind of a good morning, lighter tasting one, but give me your impression of it. Smells really good. Ooh, that's good. That's nice, very, huh? Very, very light, very right? Very light coffee. Yeah. Yeah, very light. That's excellent breakfast coffee. Mm. Yeah. はい、どうぞ。あ、美味しい。美味しいよね。美味しい。軽いというかライトだよね、はい、この味が。ええ、ね、でも香りがいいし、うん。ちょっとこう喉越しがいいので、うん、朝に向いてるから。飲みやすいというか。飲みやすいですよね。はい、そこまでバランスが悪いので。これは美味しいですよね。ねえ、うん。クリアで、なんか焼きたてで引き立てなので香りがふわーっと広がります。うん、ですよね。はい。豆によっても、まあ、香りが全然違うんで、はい、なんとなく覚えておいてください。次の豆と。はい、じゃあキリマンをまずベースして、次、はい、
行きましょうか。You know what this would go really good with in the morning? おばん焼き。欲しいおばん焼き。That's good thinking, Kim さん。次は何ですか？次はマンデリンですね。インドネシア。インドネシアの。はい。Listen to the drip. ドリップの音。いい音だよ。その音もすごくいいんだよね。車もそうだし、見るのはいいんだけど、でもね、音が香り。そうだろ、うん、Just like a car. Coffee. Sounds. Sights. Smells. Right? なるほど。つながってるんだよね、いろいろとニノさん考えれば考えるほど。ハイオクっぽいよね、これは。ニノさん。めっちゃハイオク。プレミアムのハイオクだよ、これは。ああ。マンデリン、インドネシア産のお豆です。インドネシア産のお豆、はい、少し苦味があって、あ、匂いで分かりますよね、うん、ちょっと苦味、香りが違う、はい、苦味があって、はい、ちょっとスパイシーな感じの香草っぽい感じの香りがしますね、はい、ああ、じゃあ違うんだよね、さっきと、うん、その軽いのは軽いんだけど、ちょっとこうもっと濃い味もする、はい、そうですね、ちょっとスモーキーな感じの味ですよね、なんか、さっきのお豆よりも焙煎を強く入れて、火を強く入れているので、スモーキーさが増します。そういうことですね、はい、酸味はあんまりない、酸っぱくはない、深いんだよね、濃いは、うん、普通の濃いって考えると、マジでもう素人として、はい、コーヒーはなんかコーヒーっていう、なんかここまで細かいこととか焼く温度とか、やっぱりによって全然違ってくる、全然変わりますね。Oh, okay. All right. That's very good. Different than the first one. Do you get a little bit more of the bitterness and a little bit more of the... Like, oishi. Yeah, oishi. Oh, I like this one. I think you like that, huh? I like this one. All right. Nino likes it when you get right up into his face like this. やっぱりさっきと全然違いますね。全然違うし、味も。味は美味しいよね。これめっちゃいい。次は何が出るんですか？次はエチオピアのコーヒーですね。エチオピア、まだアフリカですね。そうですね。はい。ニノさん、エチオピアに行ったことある？ないですよ。日本から出たことないニノなんで。そうですね、ちょっとまあ、いろいろありますね。しょうがない。What's the sound of that turbo? Tell me your turbo noise. トロトロトロ。Turbo. 面白い。これ寒い。あ、モカの、はい、わかりました。今ので、モカ。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 の、モカ。いい香り。キムさん、smell that. Put your schnoz in there real quick. You got it? The smell of mocha? Yeah. Wow, Ethiopian coffee. We're in Japan having Ethiopian, Indonesian, and African.Yeah, Tanzanian coffee too. Very international morning, huh? Nice. In Japan. That's very international. Very international. Ethiopia さんのイルガチョフというやつです。モカの。ああ。さっきとは違う。ああ、その酸っぱいところ？そうですね。結構酸味は強く出ますね。ですよね。はい、でもその中にちょっと甘みとこうオレンジとかレモンとかみたいな柑橘のフルーティーさを感じると思います。ですよね。今分かった説明ってなんとなくそれ、分かった。華やかな香りとその柑橘のフレーバーが効いてるのがこのイルガチョフ。あ、美味しい。キムさんどうぞ。うん。Much more flavor, much more aroma. Yeah, do you get a little lemon or a little fruity taste on this too? A citrusy? It's a citrus. And a little more acidic-y than the last one? A little bit more? Mm-hmm. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Good, yes. Right? Yes, this is really good. This would have, you know. Yeah.あ、またこれは違う。ああ確かに、あの、フルーティーで柑橘系な感じですね。美味しいよ。次はブラジルのハニーショコラですよ、うん、この豆ですね、見た目も違う、チョコっぽいよね、ちょっと強めに焼いてるので合ってるんですか、はい、ブラウンが強めですよね、ちょっと匂いも香りは多分お好みなんですかね、あ
Kim-san, check out that smell. Let's see. Tell me what you think about that. Put your schnoz in there. Right? You get it? The honey and the chocolate? Yes. And it looks different too, right? Nice. It looks much darker. これを見ると元の豆がの色が、あ、これですか？トーストをするとこの順番でこう、あ、なるほどね、こう黒くなっていきます。はい、これは豆の形、いろんな形ですね。こういうあのマラゴジェッペっていう、ちょっと大きめのものだったりとか、ショートビーンズ、小さいお豆、はいはいはい、あと丸っこい豆でピーベリーっていう、形状の違いですね。こんなにあるんだ、違いが。やっぱり考えずに飲むと、すごい奥が深いよね。もう調べれば調べるほど、なんか奥が深すぎるというか、ね、すごいよ。だって元の豆の色俺知らなかったよ、初めて見た。キムさんも言ってた、 You didn't realize that, that beans, or you hadn't seen the beans before they were roasted before, right? No, this is the first time. Look at the color of them. Yeah, they're like a greenish gray. Yeah. ブラジル産のハニーショコラ。あー、これまたいい匂いだよ。どれかに似てません？さっき飲んだの。そうですね、でもバランスがあるので、どことも言えない中間点を。ですよね。飲みやすさがあると思う。はい。ちょっとカカオっぽいナッツのような風味があって、はい、ことことなってこう。ですよね。香ばしさがある。Yeah? And you're not even a chocolate, but you get that. Do you get a fruitiness to it or something? Yes. Or a little bit of. Yeah. It's a. And I don't really hardly taste it. Like, to me, I don't really. You know, I don't taste it either. I get other tastes from it. Yeah. Ooh, I like this one. Ah! Ah, これまた違うな。ねえ。これまたさっきと全然違うね、これ。全然違いますよね。これはね、また飲みやすいですね。じゃあ最後はこれコロンビアです。コロンビアのコーヒー。これなんていう豆ですか？コロンビアスプレモっていう、はい、等級が最も高いです、ね。なるほど。ほろ苦さの中に綺麗のがある酸味が特徴です。はい、コロンビアコーヒー。はい。バランスが取れてるコーヒーですね。すごくコクがあって、はい、でも後味がちょっと切れる感じのスッキリさがあるですよね、うん、濃いけど、そうなんです。飲んだ瞬間は結構苦味とかコクとかがガツンとくるんですけど、はい、で消えていくね。消えていく。この大体この辺りで消えていきました。わかる。ここにまだ あったんで、ここに来るともう消える。なるほどですね。ハニーショコラ、さっき飲んだやつはちょっと余韻が残るタイプで、これは消えるタイプです。消えるタイプ。キムさん、please a little Colombia for your taste buds. Thoughts on this one, sir? Colombia. Premium grade Colombia. 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 Ooh. Ooh. みんな結構ちゃんと違いがやっぱ分かる、ね、これ意外と自分で分かんないどうかなと思ったんですけど、スティーブさん全部かなり違いますね。違うよね、はい、考えたことないんで、こういうふうに、ね、飲ませていただいて、こう違いが分かるよね。説明もうまいしね。本当に柴さんありがとうございます。タカさんも本当にありがとうね。いろいろ、これは焙煎の、はい、焙煎機っていうんですね。はい、おお。で、ここに豆をちょっと入れて、ここに出てくるんですね。ここにザーッと生豆が出てきました、はい。ここから何分ぐらいですか？ここから40秒くらいです。くらいですよね。はい。はい、こんな感じでこう豆がこう。なるほど。踊っている感じです。踊ってる感じですよね。で熱を与えて。鉄板の熱と熱風ですね。はい。で焼いていってるっていう感じ。なるほど。でこれ約4分後に出来上がる。先の茶色のコーヒーになるんだ。
すごい。1分半ぐらいは経って181度で、うん、あ、色が変わってきましたよね。黄色かな、ピーナッツの色にちょっとなってきたかな。なんか、そうですよね、茶色くなってきた。さらに黒くもう なっていく。あ、少しずつ見えてますね。おお、あ、いい匂い。はい。暑いかな。暑いよね。やけどしちゃうんだよね。そうだろうね。よかった、飛んでこない。やば。できたんですか？できました。はい。完成です。わあ。あ、いい香りと色が完全に変わりましたね。はい、わあ。冷えて変わりました。It's cool now。あ、もう冷えてるんですね。はい、もう冷えてます。はい。あ、もう熱くないですよね、うん、で、これでもうすぐ飲むことは可能？可能ですが、ええ、ちょっと置いた方が、半日くらい置いた方がガスが抜けて味が安定します。なるほど、なるほど。すぐだと味がガス出てる状態なんでボケちゃいます、はい、ぼやけちゃう。なるほどね。いいですか、1個触って。あ、いいです、1個触って。なんか匂い、どれでもコーヒーですね。なんだコーヒーの豆ですね。すげえ、ありがとうございます。すんごい勉強になりました。ありがとうございます。島田、ありがとうございます。いや、一緒にね、あのアメリカでできたら、もう豆を売っていただくことは可能ですか？その焙煎された日本の美味しい、はい、運命コーヒー可能ですか。はい、いいな、いいな。じゃあみんなに、ニノさんとキムさんにも最後に俺の意見も入れるんだけど、じゃあ今日の飲ませていただいた分のこう美味しいランキングちょっと出してもらいましょうか。 OK、はい、じゃあ、はい、give me your ranking. Alright, which one you like? You want to start with your top choice? Yeah, my top choice was number one is gonna be the Brazil, the honey. Honey chocolate. Nice choice だよね、キムさん。You really, this was your favorite?With hoshi, obayaki, honey chocolate. Okay, very good. Nino さんは Number one ですか Number one. 難しいと思うのに全部美味しいから。そうなんですよ。ちょっとアメリカン的に考えて。いやね、アメリカ人として、うん、こうどれがアメリカで行けるのかっていうのはね、はい、一番。はい。hoshi のオーバーヤキ。ベースです、ね。ジャパニーズ hoshi カフェで、ナンバーワン。ナンバーワン。ハニーショコラですね。はい。じゃあ日本的な本のやつ。あ、日本。これはまあ基本的にでこれ星に合うナンバーワン。星に合う。で、個人的な中で、はい、緑のまみさんの中で僕のナンバーワンは、おお、イルカチョップ。強くやアフリカのやつ。はい。これ、ね、僕の中で。なるほど、ね。あとはね、みんなでも美味しいんで、ここは3位みんな同じぐらいのっていう感じですから、ね。だよね。僕の中では。はい。おっしゃー。と、はい、いうのは、今度は星のオーナーとして。はい、そうですね。これは星の創立者として。はい。はい。スティーブのこれでいける味は、はい、全部美味しいんですよ。うん、本当に全部美味しいんだけど、はい、難しいよね。本当難しいですね。本当に難しいけど、はい、ニノとやっぱりキムさんがやっぱり、ね、同じハニーショコラが俺はナンバーワンですよ、ね、みんながこれが一番、はい、Kim, I'm with you and Nino on this one, the first choice. そして2番は俺が、はい、ニノと、はい、最初のやつも美味しかったのよ。ちょっとこうライトすぎっていうのはあるかもしれないので、はいはい、やっぱりこの辺の最後のコロンビアと、うん、あと、え、何だったっけ、皆さん、あ、これだったっけ、これはイルガチョフも好きだったんだけど、はい、ナンバーワンは、はい、ブラジルさんのハニーショコラですよね、うんうん、はい、皆さん、神楽坂にある緑の豆神楽坂焙煎場っていうところなんで、すごい優しい人たちと勉強にすんごいなったことと、何よりめっちゃ美味しい、うん、日本でもアメリカでも、日本で行けるならね、美味しいものとしてはアメリカでは行けることは間違いないと思うので、サムズアップ、皆さん、キムさん、うん、サムズアップ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 、おー、いいね、発音が上手になったね。じゃあ皆さん、あのチャンネル登録をよろしくお願いします。今日は、はい、あのごちそうさまでした、はい、本当にありがとうございました。タカさん、もう柴さんもすごい丁寧にね、はい、案内いただいてありがとうございます、はい、ありがとうございます。
神楽坂の、あの緑色の豆をチェックしてね、はい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。関連動画こちらとこちらにありますので、よかったらチェックしてみてくださいね。チャンネル登録をよろしくお願いします。そして通知ボタンをオンにしてね、よろしくお願いします。